で180度開脚股割り。バレリーナさんがよく行ってる椅子股割りストレッチで追い込んでいきたいと思います。はい、用意するものなんですけど、まあ、椅子こちらとこちらとこちら3つです。3つの椅子を用意していただいて、まあ、バレリーナさんがよくやってるこう椅子に足を乗せ、はい、こんな感じですね。はい、乗せて開いていくと、はい、で一応この椅子は補助になりますんで、まあ、なんか、まあ、補助椅子代わりに使うといいと思います。はい、こう開きすぎると非常に危ないから、こうすぐここに戻せるように、はい、補助椅子ですね。はい、あとはもう追い込んでいくと、このようにガンガン追い込んでいくと、はい、短時間で180度開脚を達成したい方なんかはこのようにあの椅子を使ってもうガンガン追い込んでいくといいと思います。はい、非常にきついですね。でこの補助椅子も外していただいて、おー、いてー、はい、うわー、このようにバランスを取りながら、はい、もうおー、ご自身の体重で、はい、180度開脚以上の追い込みを追い込んでいくといいと思います。はい、で、180度開脚を達成するためのコツなんですけど、やっぱりこう毎日毎日限界まで追い込むっていうことがポイントです。で、やっぱりもう本当に毎日やる、毎日やることがやっぱ、まあ、180度開脚を短時間で達成するコツになります。ただこういった椅子股割りに、はい、もう一回いきます。限界を超えるようにガンガン攻めるっていうことも非常に重要です。はい、いきます。はい、このように、はい、ガンガン攻めてあげる。はい、補助椅子もなしでガンガン、このように、はい、いや、やいのやい、おー、はい、これを、はい、継続して行っていく。痛いですね。おりゃー、はい、おー、いてー、おー、はい、このように、椅子股割りストレッチで、180度開脚以上の180度開脚が達成可能なんで、はい、ガンガン椅子で追い込んであげるといいと思います。はい、はい、では最後これ3セットぐらいこのようにやってあげるといいですね。はい、でこの時間も本当は追い込んでる時間が長ければ長いほどいいです。はい、こうやって離した瞬間もうかなり負荷がかかってるんですけど、この時間が長ければ長いほどいいですよね。ほら、おー、いて、あー、ほら、あー、はい、こんな感じで180度開脚ぜひ達成してみてください。はい、非常にこの椅子股割りストレッチは、まあ、バレリーナさんプロが行っているだけあって、まあ、結構危険だと思うんで、補助椅子あの確実に用意していただいて、まあ、怪我とかは自己責任で、はい、無理なくほどほどにやった方がいいんですけど、こういった短時間でガスッといく方法もございます。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ、ご視聴いただきありがとうございます。今後もよろしくお願いします。